ネットカフェ、個室席の一例ネットカフェ難民とは、いわゆるホームレスの一種で、定住する住居がなく、寝泊まりする場として、インターネットカフェを利用する、人々のことを指す造語。略称は、ネカフェ難民。ナイトパックが利用可能なインターネットカフェ店舗一例定額で利用できる、インターネットカフェの一例、蒲田駅前、ネットカフェ難民とは、これまで過ごしていた自宅や、 寮などの住居を、生活費の枯渇や不払い、職場を解雇されて寮に住めなくなった、などの諸般の事情で退居させられ、24時間営業のインターネットカフェや漫画喫茶などをホテル代わりにする、ことで夜を明かし、主に日雇い派遣労働と呼ばれる、雇用形態で生活を維持している者を指す。こういった定住場所を持たない者の,の多くは、かつては、簡易宿所をはじめ、カプセルホテル、 深夜をまたいで仮眠が取れるサウナや健康ランドなどを生活の拠点としていたが、2000年代に入ると深夜に長時間定額料金で利用可能なナイトパックやシャワールーム、個室席などを備えたインターネットも利用可能な複合カフェが普及した。その後、値下げ競争が激化した東京。 鎌田地区などでネットカフェ難民の存在が目立つようになった。厚生労働省は2007年8月28日に初の調査結果を発表した。それによると店舗への調査から推計される2007年時点でのネットカフェ難民の人数は5400人だったという。また当初は若年労働者が中心であると想定されていたが、 本調査では30歳代50歳代など幅広い年齢層にわたっており、性別は男性6割に対し女性が4割であるとされた。また、雇用形態は非正規雇用が中心であるものの、完全失業者や正社員も見られた。しかしこの調査に対して、貧困問題に取り組む NPO 法人、もやい事務局長の湯浅誠は以下のような盲点を指摘している。 また、東京都福祉保健局は、2016年12月から2017年1月にかけて、ネットカフェなどの24時間営業の店舗で、アンケート対象店舗をオールナイトで利用する者の,のうち、住居喪失者がどのくらいいるのか、実態調査を行い、都内で1日あたり推計約4000人、そのうち、住居喪失不安定就労者は約3000人であることが分かった。 さらに年齢構成別では、20代が約12.3%、30代が約38.5%、40代が約19.7%、50代が約28.9%であり、最も多い年代は30代で、ネットカフェ難民が若年者だけではないことを示している。週に3から4日、程度以上を昼夜滞在可能な店舗で寝泊まりする。 ものが約9割を占め、住居喪失者等の約43.8%が路上で寝泊まりしており、路上で寝泊まりする頻度は週に1から2日程度が最も多く、ついで月に1から2日程度であった。また単純比較はできないが、厚生労働省の調査では、東京23区内のネットカフェ難民は約2000人であった。 そして約10年後の東京都の調査で4000人となっているため、この約10年の間で2倍ほど増えたことになる。2007年1月28日、NNN 系列のドキュメンタリー番組、NNN ドキュメントが、住所不定でなおかつ、ネットカフェに泊まり歩きながら、生計を立てている若者を密着取材し、ネットカフェ難民漂流する貧困者たちと題して放送した。当時、 同番組のチーフディレクターであった水島博明は、この名称について、周囲から孤立し、未来への展望が抱けず、難民キャンプを連想し、難民という言葉でしか表現できないと思った。と述べている。また、違う言葉であれば、これほど注目されたり、厚生労働省などが対策に乗り出すことはなかったと思う。とも述べた。その後は、 他のマスメディアもこの言葉を使用するようになった。この年の末には、新語・流行語大賞のトップ10にネットカフェ難民が選ばれ、日本における貧困や格差社会の問題を象徴する言葉の一つとして定着した。ただし、受賞者には、水島ではなく、同年9月に刊行されたネットカフェ難民ドキュメント、最低編生活の著者である川崎翔平が選ばれている。 業界団体の反発一方、難民という語のイメージが悪いとして、業界団体である日本複合カフェ協会は、ネットカフェ難民は、差別語だとする声明を発表、今後はその後の使用を控えるよう訴えた。これまで業界を挙げて幅広い層に店を利用して、もらおうと、ファミリー向けの個室やネイルサロンを設置するなどの経営努力を進めてきたが、報道の影響により、 あたかも不老者不税の人が夜な夜な集まり、犯罪の温床となっているというイメージを植え付けられ、客足が遠のき、風評被害とも言えるダメージを受けたことが理由だとする。また、ネットカフェでは、どのような方でも、お客様であると認識しており、難民とは考えていない。そもそも難民の定義に当てはまらない。都市、ネットカフェ難民は地域によってはいるかもしれないが、 大きな社会問題ではない、との認識を示した。また厚生労働省は、j a カ a に対し、前述のネットカフェ難民の実態調査への協力を打診したが、j a カ a はネットカフェ難民ありきの調査手法だとして、協力を拒否した。さらに j a カ a は、ネットカフェ難民の存在を、ことさら問題視して、対策費を計上しようとしているなどと、同省の姿勢を批判する持論も展開した。 厚労省は生活保護予算は削り続けている。日本テレビによる一連の報道では以下のような事例がある。日雇い派遣などの非正規雇用では、家賃、高熱費、通信費など最低数万円単位のまとまった費用を捻出するのが難しい。毎日仕事にありつける保証がない上日払いで賃金が受け取れるとしても、その日暮らしを維持することだけに使われ、 余剰分がほとんど出ず、貯金することができない。条件によっては月当たり平均の家賃額や、自炊などによる生活形態と比べて、かえってコストがかかってしまう。ネットカフェを宿泊施設代わりの休息の場にするほか、フリードリンクを利用して、糖分やカロリーの確保、新聞やテレビの視聴、インターネット利用など、最低限度の文化や情報に接する場として利用する。 ファーストフード店の24時間営業店舗で夜を明かす人々を指すマクドナルド難民のある造語も生まれた。この他にもネットカフェと同様に深夜営業の個室ビデオ店を生活の拠点としているものもおり、寝泊まりする場所はネットカフェのみに限らない。2008年10月1日には大阪市何枠の個室ビデオ店で利用客の放課により25名が死傷する。 大阪個室ビデオ店放火事件が発生した。コインロッカーの一例ネットカフェ難民の中には、コインロッカーを物置代わりに利用するものが多い。写真は、東京都大田区の蒲田駅近辺に設置されている8時間100円で、利用可能なコインロッカーの一例で、前述の NNN ドキュメントで取材を受けた若者らも利用していた。また、鎌田駅周辺では、 ネットカフェ難民が発生するよりもはるか以前の1995年頃から月額3000円程度の月決めコインロッカーも設置されていた。携帯電話はネットカフェ難民に多いとされる日雇い派遣労働者が人材派遣会社からの出発コール、終了コール、新規派遣先の前日確認などに利用する。かつては、 契約住所に支払い明細書の郵便物が届かず、返送される場合は、携帯電話が即座に利用停止にされ、後に改善されない場合は契約解除となっていたが、2000年代に入り、NTT ドコモの e b i ング i n g やソフトバンクのオンライン料金案内、KDDI の Web で請求書など、携帯電話の月々の支払い明細書を電子メールで送付するサービスが開始された。 そのため契約時の住所と本人確認書類で契約を済ませていれば、後に住所不定のネットカフェ難民となってしまった場合でも、携帯電話の使用は可能となった。しかしその後、携帯電話を利用した犯罪が増加したため、契約審査が厳格化され、プリペイド式携帯電話の場合でも申し込み書に固定電話番号と住所の記載を求められるなど、運転免許証や、 マイナンバーカードの提示だけでは簡単に購入、契約できない場合もある。ネットカフェ難民が公的な身分証明書類を取得できる手段は事実上限られるため、携帯電話の契約内容を変更する際にも本人確認ができないという理由で、携帯電話事業者から回線を一時停止されるなどの不利益をこむる可能性が出てくる。ここで、携帯電話回線を失ってしまった場合、 社会的な関係すら一切断たれてしまう重大な危機に瀕することになる。住所不定の状態が長期にわたる場合、職権少女により住民票が抹消される可能性がある。この場合、新規の移転先が存在しないため、住民票の復活が認められず、不労者と同様の法的問題を抱える。たとえ職があり、所得があっても、新規に銀行口座の開設ができない。 口座開設には、マネーロンダリング防止のため、犯罪収益移転防止法により公的な身分、証明書の提示が要求される。このほか、クレジットカードや消費者金融などの契約時に、住所と勤務先が共に実在することが審査に通る必須条件となるため、信用調査で契約を拒否される可能性がある。住民基本台帳への登録がないと、印鑑登録ができず、 実印を必要とする高額の契約は契約相手に拒否される。本来は賃貸住宅の借り入れ契約であれば実印ではなく認め印で足りるのだが不動産会社によっては成りすまし契約の防止で実印と印鑑証明書を求める場合もあるという。賃貸住宅が借りられないから住民登録ができない。住民登録がないから実印登録もできず。 賃貸契約ができないという悪循環に陥る。現時点で寝泊まりする短期賃貸マンションや、簡易宿所が所在する住所では、住民登録が受理されない場合があるため、ホームレスが独力で、住所不定状態を脱出することが困難な、法的障害の一つとなっている。また、新たに自動車の運転免許証の取得ができなくなる。運転免許証をすでに取得している場合、 免許の更新には送付された更新通知書を提示するよう指示されるが、これは必ずしも必須ではない。しかし職権少女により住民登録が抹消されている場合は、法的に住所が変わっている場合に相当するため、証明書類の提出を要する。そのため、書類不備として受理されず、住所がないため運転免許を更新できない事態が発生する。 運転免許証の更新に要求される住所表示は住民基本台帳法別表第一により提供される情報に含まれていないため住所が変更になった事実を隠したまま更新することは可能だが法的には更新できないまた住所不定状態となった事実が判明すれば運転免許の更新を拒否される自治体に住民登録がされていないということは居住地で 行政サービスを受けられなくなることを意味し、疾病などにより就労が困難になった際に、生活保護申請でトラブルになる可能性がある。例えば、住民票所在地と現在地が異なる場合、現在地自治体が窓口業務をたらい回しにしようとすることもある。生活保護の申請権は絶対性が保障されているが、役所が生活保護の申請自体を不正、違法に拒否する、 可能性が高い。本来は、職権少女により住民登録がない場合でも、生活保護の対象となるが、やはりトラブルが発生する可能性が高い。また、選挙人名簿は、住民基本台帳を元に作成されるため、職権少女されて、相応の期間が経った後は、選挙権を実質的に喪失する。 住民登録の復活ができれば選挙権も復活するが住所不定の状況では住民登録が受理されない。このように公共サービスの受益権や公民権の行使にも支障をきたす。ネットカフェ難民の犯罪被害、あるいはネットカフェ難民自身が犯罪の加害者となるケースが報道されている。ネットカフェ難民がインターネットオークションを利用して 各種イベントのチケットを転売するダフ屋行為で整形を立てたり、あるいは置き引き、ゲームソフトや DVD などを摂取して転売するといった、窃盗行為で整形を立てているネットカフェ難民が存在する。また、ネットカフェの個室席は、防犯上の理由で施錠できないため、利用客を狙った窃盗を行う者がいる。店側もセキュリティボックスを設置して、利用を呼びかけるなどして、 トラブルの発生を防止している。ネットカフェのみを犯罪加害者、被害者としないため、警察の定期的な巡回が必要との意見もあり、銀行やコンビニエンスストア同様に、警察官立ち寄り書のステッカーを重付して、定期的な巡回を受ける店舗も多い。同様の問題は、ホームレスの多い地区の公立図書館でかなり以前から、顕在化していた。 一部のホームレスが図書館の椅子や視聴覚ブースでの居眠りを目的として来館する、また彼らが深い眠りに落ちているうちに所持する金品を奪う、しのぎなどの形でも発生している。未成年者は、あるゆる契約行為には、法定代理人の同意書と本人確認書類が必要となるので、新規に銀行口座を作成したり、アルバイトなどの労働契約、携帯電話や、 固定電話回線の新規契約、実印登録、賃貸住宅の新規契約、クレジットカードの入会、運転免許の取得などの契約行為が行えない、問題が生じる。厚生労働省は2008年度から都市部のハローワークに就職支援専門員の配置を始めた。東京都も同省と連携し、同年4月から、 全国の約4割を占める都内のネットカフェ難民を対象に、住居や生活、就職等についての相談支援に応じる窓口、東京チャレンジネットを開設した。現時点で何らかの仕事についており、自立に向けて意欲的であると判断された人を対しては、住宅、生活資金として、最大60万円の無利子での貸し付けを行うほか、同省から派遣されたキャリアカウンセラーが、 面接の対応法や履歴書の添削などのアドバイスも行うという。また、就労による自立が困難な人に対しては、ネットカフェ等の所在地の福祉事務所など、自立相談支援機関が支援するとしている。続いて、大阪府と愛知県も、同年5月に、東京都と同様の相談窓口を開設した。2013年12月には生活困窮者、自立支援法が、 制定、2015年4月1日に施行され、生活保護受給に至る前の生活困窮者に対し、住宅の確保や宿泊場所の提供などを含む支援制度が盛り込まれた。インターネットカフェは通気性が悪い上に、不特定多数の人が利用するため、結核やインフルエンザなどの感染症の感染経路になりやすいとの報道がある。特に、ネットカフェ難民は、 睡眠不足や偏食などの生活習慣により、健康状態が貫ばしくない上、体調が悪くても医療機関に通院する費用がないことが多い。また、非正規雇用のため職場の健康保険に加入できず、国民健康保険の保険料も払えず、健康保険証がない人が多い。そうした状況から、ネットカフェ難民が感染症のキャリアとなりやすく、 感染を広げる経路の一因になると指摘されている。実際に2005年には神奈川県川崎市の店舗で男性客がキャリアとなり結核の集団感染が発生した。この際は従業員のみ13人が感染した。また2009年の新型インフルエンザの国内流行時にもネットカフェ難民が感染を拡大する恐れが指摘されており、流行時には 店舗の閉鎖も検討されていた。その後、2019年末からの新型コロナウイルス感染症の流行により、日本でも2020年4月7日に、緊急事態宣言が発令された際には、ネットカフェにも休業要請が出され、東京都においては最も休業要請期間が長い、ステップ3に属する業種とされた。政府や自治体のみならず、 エムクルーや塚里さ新開発などの民間企業も、独自にネットカフェ難民や生活困窮者の支援に乗り出しているが、支援とは名ばかりの違法行為も横行しており、社会的弱者を食い物にする貧困ビジネスであると指摘されている。わらび駅西口や西川口駅西口などに店舗を展開するネットカフェ、サイバーカフェは2007年に、 埼玉県蕨市の蕨駅前に1号店を開店した。蕨市で2008年3月に住民登録を申請した男性の住所が市が受理後にサイバーカフェの店舗であることが判明した。市は想定外のことでもあり、当枠特住の決断だったとして条件付きでの住民登録を認めた。これに対し総務省実業政局は市は ギリギリの判断だっただろう。通常ではないが、短期賃貸マンションなどの延長線上の行為と考える。安定した居住場所の確保という支援策を前提に考えるべきだとの見解を述べた。また同店は男性に対し、住民登録の条件として、当面居場所を変えないという意思表示との名目で、30日分の料金57,600円の前払いを求めた。 この事例はネットカフェでの住民登録第一号ということで多くのマスメディアが取材して話題になった。その後、わらび市が住民登録を認めたことを逆手に取り、同店は日本で唯一住民票登録ができるネットカフェとして宣伝し、同年12月までに店舗を住所として10人をわらび市に住民登録させた。同年9月に部屋を増設し、 隣接する二つのビルに58室を設置、翌年20室増やす計画としていた。その後東京都内にも進出し、歌舞伎町と北千住駅西口にも出展している。また、佐藤の出身地である北海道での新規事業も計画し、世界自然遺産に登録された知床が新たな舞台になりますと語った。サイバーカフェの部屋は板で仕切られた一畳半のスペースに、 パソコンと椅子だけがあり、長期滞在者向けに横になれる、フラットフロア宿泊個室もある。鍵はなく部屋を施錠することはできない。同店を運営する、株式会社、名美雪グループ代表取締役新委員用の佐藤、秋広は、マスメディアの取材に対し、ネットカフェ難民のために何かできないのかな、と、ネットカフェを漂流の場ではなく、人生の足場に、 との思いでこの店をオープンさせたと述べている。しかしこの件を取材した朝日新聞は、貧困ビジネスに直結しかねないとして、藤田隆則のネットカフェは暮らす場所ではない。大切なのは、生活を安定させる手立てを考えることというコメントを掲載した。また、NHK 総合のクローズアップ現代は2008年11月4日、放送文の援助か搾取か、 貧困ビジネスで同店の経営手法には脱法行為が多いと指摘している。同番組内で報道された内容は以下の通り。番組内での指摘に対し同店店長でもある佐藤昭弘は旅館ではない。基本的にはアパートという考え方、法律のギリギリのところでという考え方をされるかもしれないがなどと脱法行為を否定している。しかし同店に 居住する男性は NHK の取材に対し、泊まるしかない、出たくても出られないと訴えている。石原慎太郎は東京都知事在任中の2008年10月、一つの新しい風俗。ネットカフェは1500円だが、三夜は200円、300円で泊まれる宿がいっぱいある。大変だ、大変だというのはメディアの捉え方もおかしいんじゃないかと述べ、マスコミ報道が、 ネットカフェ難民が苦境に陥っているという内容に偏っていると主張した。これに対しては台東区長が抗議を行い、石原は後日会見で数字が違うところがあったと訂正した。台東区によると、三谷地区には2008年現在、簡易宿泊所が約160件あるが、多くは一泊あたりの料金が2000円程度で、1000円以下の 宿泊所もあるが200円から300円程度で宿泊できる施設は存在しない。ありがとうございます。